2017年レッドブルエアレースワールドシリーズ千葉、ピート・マクロードの期待し、ジャイブ・ピート・マクロードはカナダの極技飛行パイロット。2009年よりレッドブルエアレースワールドシリーズに参戦していた。オンタリオ州カプスケーシングに生まれ、州北西部の小さな町レッドレークで、ホッケー、狩料、釣りをしたり、スノーモービルやボート、飛行機に乗って育った。 初めて飛行機に乗ったのは生後2ヶ月にも満たない頃で家族が所有する飛行機だった。母マーガレットによると6歳のピートは父デーブの膝に乗せられて人気のない湖の上で操縦管を握らせてもらったという雪に覆われたカナダ北部を飛ぶために雪上機の飛ばし方も覚えた。マニトバ州シュタインバッハのハーブスウェアサービスでトレーニングを積んで16歳の 時にパイロットのライセンスを取得。まだ車の免許を取る前だったが、マクロードにとっては飛行機の方がより身近な体験で、他の生徒が離着陸の練習をしている時にマクロードは極技飛行の基礎練習を終えていた。それから数年のうちに飛行時間を積み上げていき、18歳の時には商業パイロットの資格を取得した。夏には人里離れた場所で、 フライトと釣りばかりしていた。同じく18歳の時、極技飛行のインストラクターのレーティングを取得。初めて極技飛行の大会で高度なパフォーマンスに成功したのはこれより後、極技飛行用のピッツスペシャルを手に入れてからだった。翌2004年には、フルシーズンで各地の大会に参戦、負けなしで勝ち続け、アメリカの地方大会でも勝利を収め、北米の大学チャンピオンとなった。 ウェスタン・オンパリオ大学で経済学の学理を取得2006年シーズンからはエアショーサーキットに加わりプロの極技飛行として全勢力を注ぐことを決意するエアショーのデビューシーズンとなる2007年は期待をはるかに超える結果を残した最も成績が良かったのは2位に入ったアメリカの国内選手権だったナショナルチームとワールドチームの双方で好成績を 出したマクロードはカナダ国内ではチーム戦及びソロ双方のトップランクのパイロットとしてのポジションを確固たるものとした。同年には無制限レベルの飛行解除の権利を得て次のより高いレベルのフライトができるようになった。マクロードは当時24歳で最年少記録である。2008年チェコで行われたヨーロッパ選手権で12位に入ったマクロードは 同年9月にスペインカサルビオスで行われるレッドブルエアレースに参戦するためのキャンプへの参加を認められる。キャンプに招待された6人のパイロットのうち5人が世界選手権に出場するのに必要なスーパーライセンスを取得。マクロードは最終選考でルーキー4人のうちの1人に選ばれた。翌2009年からレッドブルエアレースに参戦。 レッドブルエアレースでは最年少ルーキーではなかったもののカナダ人としては初参戦となった。レッドブルエアレースではチームマクラウドとして活動していた。2009年シーズン開始に先立って自動車レースナスカーの技術者とサポートスタッフを自身の初参戦の年のピットクルーとして招集した。レッドブルエアレースとの契約でスポンサー、推薦書、 ブランドの権利などで得た資金でマクロードはプロのエアレーサーに転向。新たに350馬力の極技飛行専用機ジブコ H540 を手に入れ、より高いパフォーマンスが披露できるようになった。2009年シーズンは自身の技術力強化に重点を置き、機体の機能を最大限引き出すよう取り組み、最初だから100%の力を出し切ることはできないだろうが、 自身もチームも学ぶことは多いはずだ。いきなり一番になる必要はない。とにかく勉強だ。レースパイロットとして自分の能力を最大限引き出し、経験を積み、ペナルティはなるべく少なく、早く安全に飛ぶことと考えながら臨んだ。2年目と3年目は最終順位で5位以内に入ることを目指し、30歳までにワールドチャンピオンになりたいという目標を掲げ、 前者の目標は達成したが、後者は達成できなかった。好きな日本食は品川巻で、日本で開催される大会ではファンから多数プレゼントされている。2019年のレッドブルエアレース終了後、2022年開幕のワールドチャンピオンシップエアレースにもレースパイロットとして参加。ありがとうございます。